と、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯は冷やし中華とおにぎり、以上で食べましょう。ちょ、あっちゃんです。今日はね、暑くてね、ちょっと熱中症になったかも。なんていうのかな、で何か原因とかね、暑かったとかそんなんじゃないけど、多分湿度にやられたと思う。今日ちょっとね、用事で出かけてたのよ、昼ぐらいから。で、昼ぐらいに帰ってきて、帰り道お買い物して帰ってきてね、もうその頃ちょっとしんどかったよね、ちょっと。でね、一旦家帰ってきて、買い忘れたもんがあって、いただきます。買い忘れたもんがあって、また夕方買いに行ったんよ。もうそれが多分とどめ。帰ってきたらね、もうしんどかった。一応ね、帰りにアイスボックスこう出かけていた。アイスボックスこう出かけて、で、体冷やそうと思ってね。で、やっぱり氷系がいいかなと思ってアイスボックスこうだよ。ね。それ食べてね。で、エナジードリンク決めてんけど、めっちゃしんどい。食欲はあんねんで、それでも食べられんねん。もう今日はね、アイスのみたいなやつで冷やしとったんよ。目が焦点甘い、嬉しいな。本当はいいよね、定期ライブやね。今日と体調整えるのかな。明日プラモデルライブで夢を作らなかったね。明日土曜日、今日だからライブしたらもうちょっとね、たらいいんだけどね、ないのよ動画が。もう作ってやねんね、朝礼と昼ご飯晩ご飯動画は。でそれは、あっちゃん今まで1日遅れたけど、今2日遅れぐらいになってんねんね。だからもうね、いつも2日遅れんねんけど、当日作れんねんけど、今日ちょっと出かけることあったから、昨日もパソコンも動き出したからね、鍵いいから全部作っといて、よかった。今日作るのしんだ。でもないんよね、明日ののは。だからそうね、昼ごはん晩ごはんしてない。だから9時、3時、7時半の3本の動画、コーヒー出すのはね、明日起きてから撮ったらいいからやねんけど、何しんどい。何も中華そばさっぱり美味しいわ。あ、こいてなかったら今日の晩ご飯なし。無事かまだね、まだいいけど、ほんまに体調悪い。今何てことしてないんだ。まあでもね、温度差はかなりあったね。車暑かったし、お店涼しかったし、今回移動車だけこのお店涼しいし、
体調悪いな。来週も暑いよね。来週大阪行かないのに。エナジードリンクとか効かへんのよ、マジでね。うん、よいしょね。まあ、こういう時もあるけどもね。ね、やっぱりこの目の司る脳がやられてるからかもわからんけど、脳が多分すごい熱持つんやと思うね。そうするとね、目の焦点が合わなくなってくる。今日は運転中中でよかった。運転の時はね、まだちょっと気だるい感じだったけど、運転して帰ってきてね、家でちょっとゆっくりしてた。アイスボックス食べてちょっと落ち着いてたね。そしたら動けんくなって、そんなよかった。まあ、今日は冷やし中華、これスープね、天然だしなんで、うん、美味しいな、このスープ。煮干しで、煮干しとささみの筋で取っただしを使ったスープをね、アホがつけてくれるけど、めっちゃ美味しい。うん、まあね、こんな感じでね、やっぱり、あれ、最後まで飲めるスープってやっぱいいよね。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、冷やし中華、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。体調悪くてもね、本当に食欲落ち品だけがもうね、これは親に感謝なんよ。あちゃん昔からせえね、もう熱出てようが倒れてようがね、食欲落ち品のよ。ということはね、体調が悪い時こそ食欲が出る。そう、いっぱいご飯食べて元気になれよって言って体が言ってるらしいねんね。で、どうしてもね、もう体が治すことに専念して、病原体が入ってきてね、体治すよりも、病原体が元気になるから、今栄養素いらんよって時に食べられんくなるらしいな。だからあっちゃんの体ってすごい、いつも何か食べて、ね、エネルギー足らんなって思う。まあね、そんな感じで今日のあっちゃんの晩ご飯、冷やし中華美味しくいただきました。ごちそうさまでしたっていうことで、ちょっとフラフラしてくるんでね、ちょっと仮眠して、ライブまでにもうちょっと時間あるんで、体調整えます。ということで今日この辺で終わりにしたいと思いますけどね。バイバイ。今日のあっちゃんの番号は良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまた。